ジョアン四世は、ブラガンサ朝の初代ポルトガル王、最高王と呼ばれる、第八代、ブラガンサ公でもあった。ブラガンサ家は、アビス朝の初代国王ジョアン一世の諸子であった、ブラガンサ公、アフォンソ一世を祖とする家系で、王家と通婚も重ねた、ポルトガルの有力貴族であった。ジョアンは、第七代ブラガンサ公テオドジオ二世と、妻アナで、ベラスコの着手として生まれた。 テオドジオ2世の母カタリナは、マヌエル1世のムツオギマランイスコードゥアルテの娘で、自身の権利として、ポルトガル王女の称号を持っていた。エンリケ1世の後継を決める際、エンリケ1世の名にあたるカタリナは、次期多い継承候補者に上がっていた。1580年以後、ポルトガルは、スペインハプスブルク家の王の下でスペインと、同訓連合となっていたが、 スペインからの独立の機運が高まっていた。革命のクワダニ・ジョアンは一度躊躇するが、つまるイサデ・グスマンに、奉仕して一生を終わるより、統治して死ぬ方がましでしょうと励まされ、首謀者となる。1640年12月1日、貴族40名らと共に、リベーラ王宮へ乱入、カタルーニャ反乱で兵を手薄にしていたスペイン軍はなす、すべもなかった。 同年12月15日、ジョアンはリスボーン大聖堂で即位した。ジョアン4世の時代にポルトガルはオランダ共和国に占領されていたアンゴラの一部とサントメ島を奪還した。ジョアン4世は音楽家たちのパトロンであっただけではなく、自身も作曲を行った。最も有名な作品として、教会合唱曲クルックス・フィデリスがある。 また、ジョバンニダ・パレストリーナや同時代の音楽に関する著書も残している。1633年にメディナ・シドニア・公、フアン・マヌエル・ペレス・デグスマンの娘ルイサ・デグスマンと結婚した。二人の間には七子が生まれた。ありがとうございます。